こんにちは、獣医師の藤村です。今回の動画はですね、ペットの良性腫瘍と悪性腫瘍の違いについて解説していきたいと思います。まずですね、良性と悪性って何が違うかというと、一番大きな違いは転移するかどうかなんですね。転移するのが悪性で、転移しないのが良性です。じゃあ転移って何ってなると、例えば肝臓でそのがん細胞になった細胞、これちなみにですけど、このがん細胞とかって言ってるんですけど、それどうやってできるかっていうのはね、別動画で解説してて、概要欄にでリンク貼っとくんで、そっちをね見てもらえると、なんでがん細胞ができるのか、もともと僕たちの体に存在してるのか、それともなんかあることがあっていきなりこうね、がん細胞ができるのかとかね、そういったことをね、でどういう、それにはどういう原因があってがん細胞ができるかっていうのは別動画で解説してるんで、概要欄にリンク貼っとくんでね、そっちを見てほしいんですけど、まあ、がん細胞ができましたと。で、できた時に肝臓にとどまらずにですね、例えば肺とかね、に移動するんですね。だから例えば肝臓をね、A と考えて、ね、肺をですね、B と考えてもらったら、A っていうね、肝臓にできたがん細胞が、B っていうね、肺とかね、まあ、卵巣とか、いろんなとこに、こう、移動するんですね。引っ越しするんですね。こういうのを転移って言ってます。ね、がん細胞ができた場所を A と考えてね、がん細胞ができた以外の場所を B と考えてもらうと、ちゃんと A から A にできたがん細胞が B っていう場所に移動するんですね。これを転移と言います。これが、がん、まあ、悪性ですね。悪性。これ、こういう A から B に移動するっていうのがないのが良性です。一応簡単にね、別動画で解説するとは言ってたんですけど、簡単に言っとくと、まあ、がん細胞はね、私たちの体の中でたくさんのね、細胞が死んで生まれ変わってるんですけど、その、生まれ変わるときにね、ミスが起こってがん細胞ができることがあるんだよってことを言ってるんですけど、まあ、ここはね、概要欄にリンク貼っとくんで、ここで話すとめちゃくちゃ長くなるし、一本分の動画に相当してしまうんで、くどくなっちゃうんでね、見てくださいってことでお願いします。で、まあ、良性と悪性のね、大きな違いとしてはですね、とにかく転移するかどうかなんですね。で、まあね、A から B にね、移動するのが悪性で、転移せずに A だけで、肝臓だけとかでね、皮膚だけとかでね、大きくなるのが良性だよと。じゃあ、悪性の何がいけないのということなんですけど、がん細胞がね、その肝臓とかからですね、肺とか卵巣とかね、いろんなとこに好き勝手に増えるわけです。じゃあ、もともとね、じゃあ B に、こう、A、肝臓でね、増えたがん細胞が肺に行きましたってなって、で、肺にいたね、細胞がね、存在できるスペースが減るわけですね。例えば、こう、肺があってね、ここに、その、こう細胞が、こう、細胞で満たされているから、こう、いっぱいいっぱい、こう、呼吸がこう、いっぱい息を吸えるわけですね。こんだけ呼吸できますよ、だったんだけど、ここにですね、その、まあ、悪性腫瘍が転移してきましたと。が、肝臓から転移してきましたってなると、例えばこんだけ、こう、肝臓のところに、細胞、がん細胞がね、この肺に転移してきましたってなると、息吸えるスペースが、こんだけに減っちゃうんですね。これと比較してもらうと、減っちゃうんですよ。こんだけ分になっちゃうんです。ここ分が息できないんでね。呼吸が苦しくなるわけですね。ね、こう、肺の呼吸、機能が果たせなくなって、呼吸困難を起こして、もうどんどんね、がん細胞がこう増えていくと、こうね、どんどん息できる場所が減るから、呼吸困難になって死んじゃうんだよと。まあだからそうならないように、悪性の場合はね、手術などの治療が必要になるよと。逆に良性はですね、そのできた場所で大きくなるだけなんで、もしその悪さしないんだったら、そういうね、息ができないとかじゃなかったら、まあ絶対に治療が必要ってわけじゃないよと。だから様子見ってこともあって、でもね、例えば脂肪腫っていうね、脂肪の塊、良性腫瘍があるんですけど、多くはですね、結構その胸のあたりとか脇のとことかできるんですけど、あんまりにも大きくなると、ワンちゃんも歩けなくなる、結構ワンちゃんに多いですけど、ワンちゃんが歩けなくなったりするんですね、もう邪魔で。そうなってきたら手術することがあるんですけど、でもそうでもならない限りは、手術しないよってこと、様子見ることが多いよと。良性、脂肪腫っていうのはね、細胞診っていうので、細胞を取ってね、見ると、大体診断がつくので、
それで、ああ死亡種だねって分かったら、そのそれで歩きづらくなるとかね、そういうことがなければ手術することは少ないかなと思いますね。で、この悪性腫瘍のね特徴としてはですね、その、良性腫瘍よりもね増えるスピードが速いんですね。まあ、スポーツチームを例に説明しますと、長い時間をかけてしっかりと訓練したチームと、まあ、短期間で急いで集めた、まあ、特貫工事みたいなメンバーのチームとあったとしますよね。いきなりだから、まあ短期間でね、もうそこらにいるお兄ちゃんとかお姉ちゃんをね集めてきたチームと、もう長い時間かけてしっかりと訓練してきた、まあ、例えば高校で3年間ずっと野球頑張ってきたチームとですね、たまたま地域にいたそのまあ高校生ぐらいの子たちを、まあ、野球やったことないけどとりあえずちょっと試合やんなきゃいけないから集まってみたいな、集まってもらったチームだったら、当然短期間で急いで集めたチームの方がねミスが多くなってまあ、いろんなこと崩れやすいですよね。なんか何かをやるとしても崩れやすいですよね。なんか失敗しやすいわけですよね。あんまり練習してないんでね、息もぴったり合うわけでもないですよね。なんか仲間意識もないし、自分みたいになって、なんかこうサッカーだったらなんかこう自分がシュートしたいとかって、みんなバーッとこうなんかシュートするとこ集まったりとかなんかして、こう息がぴったり合わない。これと同じでですね、悪性腫瘍も要は短期間で急いで集めたチームが悪性と考えてもらったらいいと思うんですけど、こんな感じでも増えるスピードが速いってことは同じことですよ。だからまあ早く増えるんだけど、その分ね問題が多くてね、体に悪影響が与えられてしまうんですけど、じゃあどういったものかっていうと、例えばまあ脆くて出血しやすい悪性だと、その早く増えるんだけど、だから適当にバーッと、もうなんかこうちゃんと基礎がしっかりしてない状態で集まってるチームなんで脆いんですよね。だからその脆いってことは崩れやすい、傷つきやすい、破壊されやすいわけなんで出血しやすいんですね。だからまあスポーツチームだと急いで集めたメンバーがたくさんいるけど、もう練習不足でミスが多くてこけたりとか、なんかなんかこう当たったりとかしてすぐにね壊れる、怪我する、でもう試合も負けるみたいな感じですね。だからもうね、もしそのできたしこりとかがね、その出血しやすいってなると悪性腫瘍の可能性もあるってことを見分けるポイントの一つにはなりますね。それから大きくなるスピードがねとにかく速いことを考えると、ね、とにかくどん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 こう増えていくから、まとまりがなくて混乱する感じ、もう自分がシュート打ちたいシュート打ちたいで、もうみんながもうなんかこう守りに入るんじゃなくて自分がもうシュート打ってヒーローになりたいみたいな感じになってきて、なんかこうとにかくチームが混乱する。でそのボールをサッカーだったら奪われたら、でもう守りがいないからすぐシュート入っちゃいますよね。キーパーさえもなんならもうシュート打とうと言ってしまう感じ。キーパーって何みたいな、やったことないか分かんないみたいなね、そんな感じですよね。で次、浸潤っていう言葉があって、またね今後も別動画でこう浸潤とか知っといた方が得するようなことを、がんの話でしていきたいので言っときますと、浸潤っていうのはとにかく簡単に言うと広がることなんですね。こうね、こう最初こう存在してたものがこうどん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 こう広がっていく、こうなんかもうこう広がってこう、ね、皮膚の中側もこうバーッとこうし染み渡っていくような感じ。悪性の細胞が最初にできた場所からどんどん他の場所に広がっていくんで、ね、おもちゃのブロックがねこう自分のスペースを超えてもう他のスペースにも積み上げられるような感じ。なんか幼稚園とか保育園とかだったら、なんかおもちゃのブロックで自分のね陣地で遊んでるのに、友達のスペースまでどんどん入り込んでいって、どんどんブロックを積み上げて、もうなんか好き放題やってるような感じですね。しかもそのね悪性の細胞だったら隣にあるものを破壊していくんですよね。だから隣の子が作ってるこうブロックをね、こうなんかこうブロックをこうバーンと破壊して、で自分のブロックをこうそこに作るみたいな感じです。しかもこう無秩序です。悪性なんで、もうとにかく早くどん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 作っていくんで適当だし、もうなんかもうむちゃくちゃなんですね。しかも壊れやすい、血も出やすいみたいな、そういったものがどん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 こう広げていくんですね。だから骨に行ってしまったら骨を破壊しながらどん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 広がっていく感じなんですね。でそれがまあ悪性の特徴だよと。どんどんどんそういうのもまた転移とも言いますよね。別の場所に移動していくんでね、どん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 増えて広がるんで、もうとにかく、まあ、で、あと、これも結構大事ですけど、こう悪性腫瘍と良性腫瘍の見分け方、例えばここにね、ここに、例えば、皮膚があって、
でここに筋肉があって、なんか僕たちはこう見てるんですけど、ここにまあ例えばしこりがあった時に、その悪いものっていうのはどんどん増えて広がっていく、浸潤していくわけなんで、こうね、悪いものってこう、あのこういうところね、筋肉とかにもベターってくっつく感じなんですよ。こうどん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 大きくなっていくんで、こう。だから、例えばこう、僕ら見てる側の人たちが、ここのところをさ、皮膚を介してね、こう触ると、もうこうベターってくっついてる感じなんで、こうね、動かないんですよね。これ、ね、皮膚なんか、塩を触ると、ベターってくっついてて動かない感覚なんですよ。でも、良性の塩だと、同じようなこうしこりがあっても、そんな浸潤とかそういうのじゃないので、こう、こんな感じでこう筋肉がね、あって、皮膚があっても、こう、浮いてる感じなんですよ。なんか浮いてる感じ。だから触ると、こう、動くんですね、こう。逆にこれ、こっちが良性で、こっちが悪性で、こっちは動かない、こっち動かない。触っても、ね、動かないことが多いですね。こっちは良性だと結構ね、浮いてる感じなんで動くんですね。こうやってここでも結構見分けることもありますよってことですね。だからこれも悪性とね、良性の違いになります。今回の動画はね、以上になります。この動画参考になったよという方はね、高評価ボタンとチャンネル登録とよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。失礼します。